はい、ジンデポ渋谷の小出です。よろしくお願いします。はい、ジンデポ渋谷の伊藤です。よろしくお願いします。ということで今日は、はい、ジンの中でも非常に人気の高い、はい、EZM シリーズをご紹介したいと思います。EZM っていうのはですね、アインザッツいただきました出撃用計測機器、のシリーズがこちらですね。はい、はい、売れ筋ナンバー3に入ってくるかな、この EZM3 ですね。すごい売れてますね今、はいはい、伊藤さんが持っているのが EZM3、はい、で僕が持っているのが EZM3F ですね。はい、こちらの伊藤さんの方は、EZM3 はこちら2001年に、はい、ドイツ警察の特殊部隊用に開発された、500m 防水のダイバーズウォッチですね、うん、そして僕が持っている EZM3F こちらはですね2015年だったかな、うん、にパイロット用の時計として開発されたモデルですね。防水性能は20気圧防水 200m、 こちら 500m、うん、よく見ると似てるんですけど文字盤若干違うんですね。こちら小さな 12345 っていうアラビア数字が入ってるんですけどこちらはないです、うん、はい、で、直径はどちらも、41mm、 厚さはですねこちら若干厚いんですね。そうですね、 12.3mm、はい、こちら 11.7mm、0.6mm こちらが厚いですね、うん、その分、防水性能は 500m、うん、0.6mm 薄いのでこちらは 200m 防水ですね、うん、まあパイロットなんで潜るってことはないとは思うんですけれども、そうですね、まあ、200m あれば十分な防水性能ですね、うん、はい、そして AR ドライテクノロジーといいまして、ここに小さな穴あると思うんですけれども、これ除湿剤ドライカプセルが装填されてるんですね、うん、そして文字盤の中にはプロテクトガス、そしてパッキンは通常のパッキンではなくて EDR パッキンという、通常のパッキンより 25% 水分を通しづらい、特殊なパッキンを、採用してます、うん、それはどちらも共通ですね、はい、そしてもう一つ、うん、伊藤さんの好きなマギーですか？マグネティックフィールドプロテクションの略でマギーって呼んでるんですけど、あのジンデポではですね、はい、テギマギドラちゃんっていうのを伊藤さんが言い出して、まあ、最初ちょっと難しいので言いづらい、あの AR ドライテクノロジーとかマグネティックフィールドプロテクションとか、あとテギメント加工って、まあ、これには採用されてないんですけど、あの傷がつかないテギメント加工っていうのがあるんですけど、それを伊藤さんがテギマギドラちゃんちょっと略したんですね、うん、はい、どちらも、8万アンペアパーメーターっていう数値があるんですけど、これが持ち上がるぐらいの磁石をくっつけても磁気折りしないんですね、うん、はい、はい、裏蓋がですねニッケルフリーの軟鉄、文字盤も軟鉄、そして機械を囲むようなリング、それも軟鉄、要は機械をですね軟鉄でもう全て囲っちゃってるんですね、うん、で磁石はくっつくんですけど磁力線は周りを通って抜けていくんですね、うん、磁石はくっつくんですけど軟鉄なので磁力線は周りを通って抜けていく。で通常のこういった時計は磁石を近づけると磁力線がそのまま直通貫通して磁気帯しちゃう、そして時計が、壊れちゃうんですね。正確な時刻が測れない、遅れたり進んだり、そういったことが全くないマグネチックフィールドプロテクション、伊藤さん曰くマギちゃんですね。マギちゃんですね。でさっき言ってた AR ドライテクノロジー、これはドラちゃん、ドラちゃんで、なんでドラマギですね。ドラマギですね、はい、はい、まあそういった出撃用計測機器ですね、 EZM3 と 3F ですね。そして伊藤さんの、はい、持ってるのが、はい、こちらは EZM12、うん、EZM12 ですね、はい、ドクターヘリの、はい、お医者さん用に開発された時計ですね、はい、パルスメーターがついてたりとか、はい、まあ、いろんな機能がついてますね。そうですね、はい、はい、
まあ秒針が、十字の形になっているので、15秒、1分経たなくても15秒単位で秒針、秒を数えること計測することができるっていうのが特徴なので、うん、脈を測ったりするときにすごく便利ですね、うん、でこの十字 の, 秒針のデザインが個人的にはすごくかっこいいなと。ドクターヘリーに相通ずる十字の秒針ですかね。そうですね、確かに、うん、はい、そして簡単にベルトが外れてしまうんですね。こんな感じに、はい、まあ、これ回転ベゼルも付属の工具で簡単に外れるんですけど、うん、まあ、血液とかがついた時にこうやってバラバラにして、うん、洗浄ができるっていうのが特徴の一つですね、うん、はい、実際にこれをお買い上げいただいた獣医さんの獣医さんいらっしゃるんですけど、はい、実際にこの時計を使って仕事をされた後に犬のおしっこがかかっちゃったっていうことで衛生的にも良くないので全部外して工具でベゼルも外して全部丸洗いできて良かったですっていう、うん、おっしゃってました、はい、すごい、はい、良かったです、はい、そしてこちらが、EZM9 テスタフ、うん、EZM9 テスタフパイロット用の、三振のパイロット用の時計ですね。これグレード5のチタン合金、そして回転ベゼルはサファイアガラス、うん、でテスタフっていうのはジン社とアーヘン応用科学大学の教授が共同で開発したパイロットウォッチの企画ですね。これまでダイバーズウォッチとかっていうのはいろんな企画があったんですけど、パイロットウォッチっていうのは企画がなかったんですね。それをドイツ人社とアーヘン応用科学大学の教授が一緒になってパイロットウォッチの企画を作ったっていうのがこのモデルですね。要はコックピットの中の計器類が壊れてもこれが代用して無事に帰還できるっていう、そういった時計ですね。これも AR ドライテクノロジー、そしてテギメント加工ですね。傷がつかないテギメント加工、要は、グレード5のチタンを熱して分子が開いたところに炭素を詰めて焼き固める新炭加工っていうのがあるんですけど、まあ、通常ですと、工業製品のシャフトだったりとか、自動車の歯車に使うような技術、それをジンでは、時計に採用しているということですね、はい、そうですね。僕このね、うん、ベゼル溝が、うん、溝もそうなんですけど、はいはい、垂直に、あ、確かになってるベゼルがこれ横から見るとすごい美しいんですよね、はい、はい、他にはないデザインですよ ね、 そうですね、他のベゼルにはない特別なデザインっていうか、うん、はい、これ非常にいい、うん、パイロットウォッチですね、はい、はい、あとチタンでテギメントで、うん、マットですよね。マットですね、マット仕上げですね、はい、ちょっと濃い色のマットなんですよね、うん、はい、はい、まだまだ他にもね、EZM シリーズあるんですけど、はい、ちょっと今売れてしまって在庫がないの で、 そうです、ね、店頭で今ジンデポ渋谷であるのは、うん、この4モデルですかね、はい、ぜひですねジンデポ渋谷に、ご来店いただきましてご試着いただいて、お買い上げいただければ非常に嬉しいですね。そうですね、はい、はい、もう見に来ていただいてスタッフとお話しするだけでも楽しいのでぜひご来店をお待ちしております。はい、はい、まあ、最初にもちょっと言いましたけど今回これモノマガジン TV 第6回目、チャンネル登録コメントをお待ちしてますのでお待ちしております。どうぞよろしくお願いします、はい、コメントの返事も書かせていただきます。よろしくお願いします。